今回は模擬宇宙の第5世界カフカ戦をやってみるよ。これもギミック知らないで初見で挑むと痛い目見るね。ウプ主は配信でこれプレイしてたんだけど、視聴者からギミックあること聞いてたけど、あえて初見で挑んでみたよ。何も知らないで挑むとどういう目に遭うかを知りたかったのね。痛い目見て初めてわかることもあるからね。何事も学習だよ。どうせ初見で楽勝にクリアできるとか慢心して挑んでたんでしょ。つよつよゼイレとか人気のブローニャとか持ってないからスペックで苦戦してたけど、まあ単行と元凶のダブルアタッカー編成でワンチャンいけるんじゃないかって夢見てたのはある。はい、負けました。こうなりますよねー。ということで賢い皆さんはどうすればこうならないで済むかを、この動画で面白おかしく学習していただければと思います。どうしても自力でクリアしたい人はネタバレ回避でブラウザバックしてね。まず編成は炎主人公ナターシャ確定で、あとは自由枠です。回復薬は白露じゃダメなの？白露持ってないんだよ。つまり初期キャラ限定と M 縛りプレイ編成でも全然 OK ってことね。どっちかっていうと編成云々より途中で選択する運命の方が重要だしね。このステージは北条を選ぶよ。他のステージは順次とかじゃなかったっけ？基本的には北条を選んでおけばひたすら回復してくれて、自前のパーティー火力に自信がある人なら楽にクリアできるよ。じゃあこの開拓レベル30代で弱々編成だと北条じゃダメじゃん。そうなんだけど、このステージに限っては北条の方が有利なんだよ。最後のボスのカフカがやたらとめんどくさいデバフをかけてくる。それをなんとかするのが攻略の鍵なんだ。北条の運命の反響を取るとそのデバフをなんとかできるのね。他にもなんとかする方法はいくつかあるけど、それが一番手っ取り早いね。じゃあ最初から祝福選択して北条を集めていくよ。大事なこと忘れてたけど、北条を選択するには一回第5世界チャレンジして、途中退場でもいいからやらないと北条自体が選択できないよ。そんな大事なこと最初に言ってくれよ。道中は適当なのを選ぶ。デバフ解除したりするのもあったよね。ただ毎回同じのが出てくるわけじゃないし、引き次第だからそこは運ゲーだね。なるべく運要素を減らして楽に勝てるようにするのが今回の目的だ。無課金背伸びプレイヤーだから少しでも楽になるとありがたいからな。モビルスーツの性能の違いが戦力の決定的差ではないということを教えてやる。どっちかっていうと中の人の性能もあんまり高くないんだけどな。はい、そんな感じで圧倒的なスピードで1番目の精鋭を撃破しました。圧倒的なカット編集力。次々と北条を選んでいくよ。やること決まってると周回も楽になりそうだね。今のところ周回してるガチプレイヤーなんてごくわずかだろうけど、ストーリー読み終わって暇になったらやる程度でいいんじゃないかな。ここのところは一番左の所要無常を選ぶよ。デバフ解除が攻略の鍵だから間違えないように。6枚集めて出てくるカードは毎回同じ場所じゃないんだな。ということで2番目の精鋭に挑むよ。別にこの辺までは苦戦することもなく、いつもオートで倒せるんだよな。見せてもらおうか、連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。また圧倒的火力で押し切ったようなカット編集。それでは先ほどコテンパンにされたカフカ戦リベンジしてみよう。とりあえず第1段階はオートでいいのね。基本的には全部オートでもいいんだけど、第2第3段階で場合によっては手動にした方がいい。オートにしたままタイミングよく反響を使うとかでもいいけど、まずはどこが使いどころなのかを把握しよう。ちょっと顔が邪魔なので上に移動するよ。ゲームのキャラアイコンに被ってデバフがついてるか見えないからな。そのデバフが第1段階では来ないので、オートでも OK ってことだ。つまりはそのアイコンがどんなのかさえ覚えられれば誰でも簡単にクリアなわけね。この大号中は北条6枚集めて2番目の運命の反響を選べれば勝ち確だから楽だね。北条の運命はダメージ軽減したり回復量増やしたり守備特化のが多いから、自信のない人はそういうの選んでいくと楽になるよ。第2段階に突入したぞ。はい、デバフが入りました。このキャラの頭の上についてるハートマークみたいのがそうなのね。これ自体には効果はないみたいなんだけど、こいつを消さないと後で大変なことになる。それを一発で全員分クリアにするのが北条の運命の反響ってわけだ。今使ったやつね。全体回復もできるし優れものだな。
ということで第2段階も基本オートでさっきのマークがついたら消していくスタイルに。ただ、ダメージあんまりもらうと勝手に反響オートで使っちゃうから、大事な時に打てないなんて事故もあるよ。そうすると大変なことになるからフルオートってわけにもいかないのね。ナターシャがタイミングよく回復してくれたりすればいいけど、オートだからその辺も運任せになっちゃうよね。最初のうちはビクビクしながらオート解除したりして様子見た方がいいか。ナターシャのスキルにもデバフ解除効果あるし、一人だけリカバリでいいならそれで十分。とにかく二人も三人もデバフかかって放置しないようにすればいいのね。その辺も耐性あったりランダム要素ありそうだから今のところは反響解除するのがベストかな。初見プレイの対策なしでも2段階はいけてたから、気をつけるのは第3段階からだな。そんな感じで第2段階もサクサク倒せたよ。早送りしてるからめっちゃ早いけど実際はあれこれ考えながらやってたから、だいぶ時間かかってるけどな。この動画の戦闘は北条の別のカードも引いてるみたいで、こんな感じでデバフがかかっても星2の異界を渡る時効の効果で、ジュロが1破裂するたびに、65% の固定確率で自身のデバフを1つ解除する、みたいな効果が働いてるのかすごい楽になってるんだよね。でも道中それを引けないとダメだし何より 65% とはいえ確率だしな。だからあったら選ぶ程度の気休めだね。何よりそんなの選んでる時間あったらサクサク周回したいよ。YouTube で動画でも見ながら気軽にオートで楽しみたいもんね。まずはとにかくクリアしたいんだよ。初回報酬が欲しいんだ。認めたくないものだな。自分自身の若さゆえの過ちというものを。さっきからちょいちょい挟んでるガンダムネタなんなのそれ。こんな感じで一人しかデバフついてない時はナターシャ回復で解除していくよ。スルーされた。大体原神と一緒でスターレイルのプレイ層は中高生ばっかでしょ。初代ガンダムのシャアのセリフわかる大きなお友達世代なんてやってないよ。そんなことないよ。ターン制 RPG という甘い蜜に誘われたドラクエ FF 世代の大きなお友達もたくさんプレイしてるよ。ほんとかなぁ。そういう人は10年以上前にリリースされた化石 MMORPG でもやってるんじゃないかな。むしろそういうターン制 MMORPG 世代でもこのスターレイルは楽しめちゃったりして、幅広い層に支持されて受け入れられてる感。確かにゲームとしての完成度は高くて面白い。久しぶりに朝早く起きてゲームしたいって気持ちになった。あの放たれワンパク小僧時代を思い出したよ。ということで無事大号中の核化戦も突破できました。僕の引いた最強の一突元凶がとどめを刺したよ。ゼイレスルーしてブローニャも白露もいなくても全然やれるってことだね。リリース初日からプレイしてる人はとっくに先に進んじゃってるだろうけど、まだまだこれから始める人も多いと思うしたくさんの人と絡めるといいね。今後もこんな感じのプレイ動画を作っていくのでフレンド申請とか気軽にしてね。Twitch で毎日配信もしてるから絡みに来てくれると大変喜ぶよ。君の引いた最強ゼイレをぜひ自慢しに来てくれ。なんでゼイレ使わないんですか？とかマリー・アントワネットみたいなコメント待ってるよ。よっぽどゼイレ欲しくて頭おかしくなっちゃってるんだな。アタッカーは